膝ぐらいまであります。小鳥って本名なの？違います、芸名です。あ、芸名なの？そうなんですか。可愛い名前だなと思って。ありがとうございます。それは何ですか？じゃあ結構今まだデビューして小鳥だけど、はいはい、成長したら鳥になるわけやっぱ子が抜けて普通の。あ、そうなんでしょう。小祝い鳥になるわけそんなことはないでさらにもっと成長するとなんかなんていうの、何になるんだろうね。小祝い市長とか巨長みたいな市長とかなっていくのかな。なっていくのかね。わかんないです。なる、楽しみですね。楽しみですね。それ構想は特にないんですか？あ、今のところはでもちょっと視野に入れてください。わかりました。事務所に寄ってみます、ね、そう、すごい売れたら、うん、ちょっとなんか出世魚みたいにさ変わってったら面白いね。名前が変わってくる、新しいですね。ねえ、名字だけさえ変わらなければ何の問題もなくいけますからね。どういうところからそういう名前をつけたんですか？これは私もともと関西でアニメのデビューは1年前こっちでなんですけど、はい、関西でずっとナレーションとかの仕事してて、はい、その時は芸能事務所の人に最初拾ってもらって、うん、で声優やりたいんですって言ったらなんかアニメっぽい名前っていうことでなんかつけられちゃったって感じで、うん、あ、なるほど。そういう安易な安易な安易な発想で最初はつけられたけどつけられたけど、でも今気に入って、まあもう長く使ってたら慣れますね。なるほどね。僕がだからその犬が苦手だけど一緒に暮らしたら慣れたみたいな。それだ。犬は好きですか？